コーナーです。マリアンヌ様、はいはい、います。マリアンヌ様、はいはい、お待たせ、います。形式をちゃんと守っていただきたいと言いますか、うん、唯一あるコーナーの形なので、うん、あ、はい、急にそんなこと言われても、そう、これなかったら、なんか後ろにいろいろな方がいらっしゃるので、そうですよね。よりによってこの瞬間に見学が来るっていう非常に運の悪いことが起きてますよね。ですよね。これを見たって何の学びになるかって言ったらないですからね。むしろねえ、一番多分、うん、よそで使ってない変化球、時間の言い過ぎです。そこまでは言ってないです。本当ですね。このコーナーを愛してくれてる人もいっぱいいますので。本当ですよ、はい、本人がそんなこと言わないでは言いません。今日もたくさん来ていますが、この方からいきましょうか。はい、トヨタの鈴木さんです。ありがとうございます。お昼ご飯を食べた後、しばらくすると襲ってくる眠気ですが、手を動かさないと仕事が終わらず、眠くてミシンのスピードも落ちてしまい、午後は効率が悪くなります。いち早く仕事を終わらせて、私はゆっくりと休みたいので、この眠気に打ち勝つための川柳を授けてくれませんか。眠いですよね。私もお昼ご飯食べた後とか、うん、生放送終わった後、うん、急激に眠くなるので、編集作業とか残ってる場合は、ね、全然進まないですよ、うん、これは私も知りたいです、うん、午後の眠気に勝てる川柳、わかりました、お願いします。コンビニで顔水濡らして乾かすよ。コンビニでやるんです。そうです。しかも自然乾燥なので濡れた状態で。怖いって。みんなが見ます。なんでじゃないです。ディレクターの直哉さん、感じ悪い。今日ずっとこうですよね。今日ずっとこうなんですよ。なんか嫌なことがあったんだと思うんですよ。眠いから目を覚ますための方法です。顔ビシャビシャにしてから。そうです。自然乾燥。自然乾燥させていくと、はいはい、眠気とともにこの顔の水分が飛んでいって、はいはいはい、乾燥肌の出来上がりだ、はいはい、ですね。お目目パッチリ乾燥肌の出来上がり。あ、もうはい、そうです。本当皆さんおすすめです。そうです。食後気をつけてくださいね。運転される方は特に、ね、はい、うん。そうなんですよね。あ、じゃあこちら行きましょうか。ラジオネームドギー青空さんです。一日の中で喜怒哀楽のドが私です。何かしら多いんですよ、起こることがね。喜怒哀楽をパーセンテージで表示すると、喜 20%、 ド 55%、 哀 5%、 楽 20% って感じで1日が終わります。すぐに口に出して毒を吐いてしまうので、ストレスはたまりません。毒を吐かない口ってどっかに売ってるんですか。どんなしたらド怒りのパーセントが減りますかね。切実、うん、減らしたいって気持ちはだからあるわけですよ、うん、ただなかなか喜怒哀楽の中でも怒りの部分がこう減らない。やっぱり自分の人、うん、この1日の大部分を占めてしまってる、過半数取っちゃってる、な、うん、くしたいですよね。わかりました、お願いします。減らさない感情を出すこと大切よ。なかなか皆さんその喜怒哀楽すべての感情を表に出すことできないんですけど、東洋医学ではそれを出さないと病につながりますね。うん、そうですか。そう、悲しみはどことか心臓はここ何とか全部つながっているので、こうやって上手に出すこと、ドギーさんはしかも銅は割合が多いんですけど、これは生活してる中でそれが多いだけであって、喜怒哀楽すべてちゃんと出すので、うん、ドだけが出てるわけじゃないんだ、全部の感情が喜怒出てるんだから、うん、いいんだと、いいです。はあ、きちんとじゃあ自分の感情は抑え込まず出していくっていうことでいいんですね、うんうんうん、もうやりすぎるとかはまた別ですよ、うん、ああ周りにねこう、うん、こう撒き散らすということではないと、そう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 、でもそういうのではないので、誰かに当たるとかそんなのもないので、うん、大切です。専門家のような話が聞けました、はい、自分の一つ一つの感情を大切にしましょう、うん、怒りの感情も受け止める、怒ってるんだよって、うん、ちゃんと出さないと、うん、
大事なんですね、うん、とっても大切です、うん、ご無沙汰しております、チャーミールンルンです、うん、とっても久しぶりだ、とっても久しぶり、うん、突然なんですが気が気じゃなくて相談をします。夜な夜な息子が夢にうなされて、うんうん、泣きながらお母さんが死んだと起きるんです。大丈夫よ、お母さん死んでないよ、元気だよとなだめる日がここ数ヶ月に 1,2 回あるわけです、うん、今朝お母さんが死にそうなってて神様にお願いしたら僕も一緒に死んでお母さんが地獄に行ってて僕も地獄に会いに行ったんだよと号泣をしながら説明してくれました。これは何ですか私に死が近づいているんですかというか地獄に行ってませんか、うん、スピリチュアルな力をお持ちのマリアンヌ様、不安を取り除く川柳をください。わかりました。わかりました。お願いします。お子さんなんですよね。お子さんです。これは今独立していく、いここから川柳から川柳川柳川柳コロコロ間違えた、本当に感想でした。ネイルを脱ぐんじゃないよえもう終わりたいのかよ川柳という唯一の柱を、うん、本当に忘れてた。これはですね夢占いか何かの結果行こうとしましたんで笑ってらっしゃる大爆笑してらっしゃるマリアンヌさんだった。川柳だったな。川柳よえこんな短時間で忘れる。本当に、ね、本当にこれ時間の無駄だと思ってやってるのこのコーナー。違うでしょ。意識してないんだろうね、本当に。無意識って怖いね。あ、怖い怖い怖いよ。川柳にします。もう川柳やめます。ああ、川柳じゃないでいいんじゃない。いやいやいや、もう求めてるな。もういいもういい、終わり終わり大事なものを人が捨てる瞬間をご覧いただきました皆様には。もうこうやって物なんか何かっていうのはね大事なものを失っていくんですよね。ちょ、チャミルンさん、大丈夫です全然。大丈夫ですか、うん、子供がここから成長していく、まあ、様子なので独立していこうってそう成長の過程なので大事なんですね。もうとっても大事。本当に川柳言わないの。あの一応なんか形だけ。すごい感じの悪いことですね本当に川柳言わないのってすいません、タメ口でごめんなさい。なんかねえ、じゃああなた言いますよ。なんて名古屋川柳なんかじゃあ名古屋に川柳あげてもいいですか。名古屋にご質問お言葉与えてあげてもいいですか。あ、チャミルルさんに。チャミルルさんにも、もう一応言いたいことは言います。うん、なんかやっつけでもいいので、なんかね川柳という形式だけ守ってください。わかりました。チャミさん、久しぶりに会えて嬉しいよ。なんもう五七五でもない。ねえ、どうしたんですか。どうしたんですか。やれやれ、ほら。いい、なんかわだかまりが、わだかまりがあるんだったら一回話した方が話した方がいいで、じゃあね、一回互いで話した。ね。お互いでなんかね、あのビンタとかしてもわだかまりをね解消してきたらいいんですよね。うん、本当に。名古屋さん、右手を胸に当ててみて。五七五。五七五攻めが。皆さんどうぞお悩みを来週も書いてねお送りください。川柳やったりやらなかったりします。最高。